おはようございます。ティアと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。友人がですね、この度パソコンを買いましたね。家電量販店でさ、行ってさ、自分とさ友人ってさ、電気屋さんいろいろ回って買いましたね。ああいうの見るとね、自分もやっぱ編集用のパソコン新しくしたいなとか思っちゃうね。自分のこの今編集してるパソコン、まあおおよそもう6年前に僕手に入れてるんですよ。この今の6年ぐらいの付き合いですね、このパソコンとは、編集用ので。このビジネスモデルって言ってなんか結構珍しいタイプになるんですけど、まあ、10年前ぐらいのモデルなんですよ。モデルとしては10年前これでもすごかったってやつなんですけどね。はい。いや、ああいうの見ると欲しくなるな。でも逆に返せば友人ってさ、言ってたよ。家で仕事しないと、なんか、資料が間に合わないからって。今回使うパーティーは、スライムナイト、スライムタワー、行くぜ !My name is Slime! 来ました !My name is Slime! 草原掘りかつ、スライムのね、モンスターを集めたらこれだけしかいません。スライム系にはちょこちょこいろいろいると思うんですけど、生息地が草原掘りかつ、スライムはこの3体だけなんですよ。まあ、唯一無二と言っても、まあ、無二さんじゃねえんだけどさ。はい。なんで今回はね、このスライム3体を使ったパーティーになります。で、草原掘りチームはまあ皆さんね、強さはね、この動画を見ていただく頃にも皆さんご存知だと思うんですけどね。スライムチームって何って思うかもしれないですけど、この相性がすごいんですよ。まあ、ポンって出しとくわ。ね。相性補正が実はね、他のなんかさ、悪魔系チーム、魔獣系チームなんかよっぽど相性補正がすごいんだよね。会心率も上がるから、ただでさえスライムって会心出しやすい種族なんですよね。それが、さらに、会心出しやすくなるから、本当にね、会心のオンパレード。まあ、その分ちょっとメタルキングの盾とかね、結構メタになっちゃうんだけど、結構痛えな、お前。明治キメラ強えな、お前。さあ、スライムタワー行ってこい。ロケットスワイク行くぜ。行くぜ、宇宙から。せーの。はい、ワン、ツー、スイッチ、イェイ。高い会心数を生かしてるから、打撃が苦、ね、打撃に強い相手とかでも、普通に狙っていけるからね。もう、会心で打点取れる。で、勇気も試すことも早いみたいなね。ま、でも、スライム系パーティーってやっぱいいんだよ。さあ、ピエール先生、よいしょ。いや、会心出してこう、会心出してこう。ここはちょっとこれあたり行く。ま、でも、スライムは素早いし、なんか高速神アタッカーってイメージがある。せーの、あ、シュート、なんか高速神アタッカーって感じだね。大混乱ナイス、いいよ。さあ、ピエール先生。はい、そうな、高く、よいしょ、いいよ。で、モンスターマスターの称号補正も入ってるから、今回入れてるのはスライムナイトとね、スライムにはモンスターマスター称号入れてるんですけど、あ、これなんかやばいな、これ。あ、スライムタイムやっぱ食らうか。まあ、ここ食らうのは仕方ない。ね。だから、正直ね、このスライムナイトをポンって出しただけでもさ、実は結構ね、称号と相性を組み合ってたらすごいことになってる。なんか、元々のスライムナイトのさ、能力、元々のスライムナイトのさ、能力に、プラス称号とか、相性とか合わせたら多分ね、数値すごい補正値になってると思う。いきます！受けさ、はい、ワン、ツー、スイッチ！もうそこは仕留めてくれ！そこは仕留めてくれ。でも、スライム系は持ち前の速さがあります。はい、めっちゃ速いんで大丈夫です。スライム系めっちゃ速い。あれスライム系ってめっちゃ速いんだけどね、アルゴリザードくんちょっと分かってくんない？はい。スライム系ってめっちゃ速いんだよ。分かって、そのあたり。行くぜ、誰が攻撃するんだい？癒しの身の抜せ。ウルトラフランシュって。いや、これはね、楽しいよ。いや、スライム系とは言うたけど。スライム系とは言うたよ。うん。俺はスライム系とは言うたけども、お前もスライム系で合わせくんな。いや、スライム系とは言いましたけどさ。敵もスライム。なんだこの構図。すげえスライム。でも、ただのボーナスステージ突入してるんですよね。いや、これちょっとさ、気持ちよく会心で突破したくない？ギガデインとかでもいいんだよ。ただ、気持ちよくここは会心で突破したいなって感があるんで、ちょっとこれも行かせてください。やばいと思ったら使う。まあまあ、ここくらいは仕方ない。ハグメタルより速いわけないからね。スライム系の速さ生かして。でもメタルキングたちも先制するよね、そこは。いや、もうここはやろうよ。スライム系回数 5% 上がってたり、モンスターマスターの称号に上がってたり、素早さ、にゃー素早さ上がってたりするんだよ。いけるいけるいける。ここは行こうよ。
まあでもさ、やっぱ早いな、おめえら。てか、アルゴリザップ相当早かったな、そう考えたら。まあ、ここはオッケー。いきます。ダリック、ちゃんと、やってね。頼むよ。ダリック、突進して、飛び上がる、よいしょ、あれどうしたどうしたどうした出して出して。出していいよ。出していいんだよ。さあ、ジャンプ切り、うん、出していいよ。出していいんだよ。出していいんだよ。何なんかそんなさ、遠慮しなくてもガンガン出してよ。そういう動画にしたいの。行くわよ。はい。ワン、ツー、スイッチ、イエーイ、やったー。あ、魔王戦だ。イエーイ。いや、魔王戦か。スライム系統で魔王戦か。いいね。ね。モンバト知らない人とかにはさ、結構さ、スライム系でさ、ラプソン挑んでみたのが結構アホみたいに聞こえるかもしれん。モンバトだったらわりかし現実的だもんね。スライム系統ってさ、実際まあ弱い扱いじゃん。やっぱ原作とかでもね、仕方ないけど、これは。うん。ただ、このゲームにおいてスライム系って魔王に相性いいからね。基本的に大魔王攻撃暗黒含んでるんですけど、その暗黒含んでる中で、スライム系統っていうのは大体ね、暗黒に強い。ほとんど暗黒に弱いスライムっていないんじゃないかな、異端児で以外。異端児ちょっといるけど。うん。暗黒に強いのが活かされてるから、アルテル大魔の呼吸をね、経験できる分がある。おー、いいですな、タワリンちゃんいい、タワリンちゃん、いいよー、回心出していけー。よいしょー、ピエンちゃん、イエーここも決めていくいいとこ、いいとこ。次、とどめの打ち撃打って、光の玉するわ。光の玉したらいい感じで勇気溜めるからね。うん。まあ、仕方ない。ここ、とどめの打ち撃を弱めに打ちます。弱めの止め打ち受けます、ここで。なんて言った今。行くぜ、ウルトラスライム登場ウルトラスライム登場です。弱めの打撃一撃じゃないとね、光の玉使えないんでね。ここはウルトラスライム、ウルスラさんの押しつぶしーとよし、完璧な調整だわ。光の玉使います、次。これでいいね。暗黒耐性があるからね、全然食らわないと思うよ。うん。大魔王の魔王の攻撃もね、平気なのが、スライムのいいとこ。まあ、全然大丈夫、大丈夫。タワリンちゃん、ここ強いな、お前。さあ、光の玉使います。で、光の玉使って、一撃当てて大魔王戦いける。完璧な調整だね。オッケー。かなり理想的にいけてる。いや、割りかしでもスライムチームもね、弱いわけじゃないからな、モンバトレは。すべてのモンスターが戦える。それがこのゲームのいいとこってことですよ。さあ、スーパーストライク、せーの、よいしょー！オッケー！さあ、大魔王戦いこう。でも、割りかし、今までなんかちょくちょくなんかふざけたパーティー出てたけど、それなんよりよっぽど現実的だぞ。どっち？いや、白目？いや、白目なんだ。白目か、勝ちに行こう。白目は、勝ちに行けると思うよ。行こう。暗黒神の名の通り、光による打点も現実的になるんですけど、まあでもそれだとどうなんだろう。敵の攻撃次第なんだよね、正直。ドルモアとかメラゾーマ。メラゾーマやべえな。正直、スライムゲートメラゾーマやべえかな。しっかり打点さあ、いや、もうこれ、いや、これだったらスラスタイクでいいか。さあ、このね、いい BGM 乗せながら、スライムゲートがラプソンを倒す動画を送るでしょうや。やめろ！よし！ナイス！暗黒再生も生きてるね。暗黒再生が生きて隕石をそんな食らわなかったね。いい。普通にいける。これは現実的だべ。はい、ワン、ツー、スイッチ、よっ、いい、この豊満な体に当ててけ。しっかり打点を取れば大丈夫だよ。オッケー、しっかり打点取れば大丈夫だよ。まあ、これも全部、いいね。光打点は取れてるけど、普通に開始の期待値も兼ねてこっちの方がいい。2ターン目はサイケがいてつかどう。まあ、でも大丈夫だよ、全然大丈夫。少なくとも、勇気や、うまいこと調整しよう。ジャンプ切り、それ、にょっ、オッケー、大丈夫。とりあえず、打点は取れてるんだよ。会心取ると一気に打点がグッて上がるからね。期待値が。何より高い期待値高すぎ。ね、ダメージの期待値がやばすぎるって。出ないときは出ないけどね。うわぁ、ここか。まあ、仕方ない。ここね、もう攻めます。ここ攻めます。メラゾーマか隕石落とし、つまり凍てつか波動ではないんで、もうこの時点でギガ電打って何か攻撃当てれば勝ちです。もうその局面ができてます。その局面ができている以上、もう攻めていい。よいしょ！よっ！大丈夫、もうとろみ圏内いった。これは仕留めたべ！よいしょー！すばらしい、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 
会心みんな出していくんだよな。気持ちいい。これ会心の打撃が気持ちよすぎるんだって、モンバトは。モンバトの会心打撃気持ちよすぎ。もうさすがにもうこれはね、1600食らうことはないんで。まあでもそれでも結構食らうんじゃないかな。300ぐらい食らうから一体。いや、割かしそれはあり得るな。暗黒耐性で、いやー、暗黒耐性でもこんなもん。あー、危ねえ。ヒヤヒヤするバトルだね。バーバラが銅のバランであれば、ゼシカは聖のバランでです。聖っていうのはあっちの聖ではないです。はい。あ、ほとんど動かないという意味ですね。聖ってそっちじゃないよ。よっしゃー、カップ。まあ、普通に仕留められたね。まあ、今回、勇気調整もできてたしね。まあ、普通に大魔王戦からとこれ結構苦戦するかもな。ちょっとその未来見たくない？もしかして。え、もしかしてその未来見たいやつ？これって。その未来見せるやつ？いいねー。いいわー。いいなー。こいつマジでいいなお前。ピエールちゃん、ピエールちゃんマジでいいね。何がしたかったのかって言いますとですね、まあ暗黒耐性もあって、まあラプソン倒すんですよ。こいつも行こうやってことですよ。出てきたぞ。冥王帝王ガーディスの登場です。大丈夫かな。いや、いける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 。会心出すしかないけどね。これ打点会心出さないとダメだけどね。さあ、怪しい戦いになりますが、やってみないとわからない。行ってみましょう。とりあえず会心出して勇気を貯めるのは間違いない。で、打撃強いからガーディスって本当に会心出すしかないね。でもスライムたちならやってくれるんじゃないかな。さっきちょっとピエールちゃん頑張りすぎた気がするけどな。タマリンちゃん、よいしょ。タマリンちゃんたちが会心出すしかない。みんな会心は出しやすいから。で、ガーディスも暗黒技多いから。ただどっちかというとガーディスって状態使用がめんどくさいね。ガイスラッシュとかさ、ノモジャン嘆きとかさ。でもそれはね、草原森チームかつスライムチームで避けてほしいっていうのがある。うん、ガイスラッシュ、これ避けよう。これ避けるのが一番でかいね。避けないとやばいね。マヒアルしね。避けようか。頼む、避けてくれ。ビエールお前しかいねえよ。ビエールお前しかいない。頼む、出して。ガンマンバイたちはなぜ大魔王戦で何もできないの。大魔王戦で急に何もできなくなってんじゃねえかよ。お前たち頑張ってよ。頑張って頑張って、頼むよ。おい、余裕の構えじゃねえか。ずいぶん余裕ぶってんじゃねえのかですよ。なんで急に一気に出してんだ。大丈夫。怖いのはデッドリークローだね。デッドリークローもしかしたら確定でもう死ぬかも。1400ありえるな。ライン的に死ぬライン入ってるかも。避けるしかないけど、スライムは会心とか回避とか神走行だからもう避けるしかないんだよね。でもその分ハマった時は楽しいんだぜ。ガーディスには分かんないだろうな。ハマった時のこの楽しさが。やばい、避けるしかないよ。本当に避けて。え、これやばいかも。え、避けて避けて避けて、頼むよ。頼む、避けろ避けろ。いやー、食らったぜ、食らった。え、大丈夫これ、耐えんの耐えんの耐えんの。あ、いくわ、くー、マジかよ。どうする。イテハ嘆き、まだ諦めない。諦めない。諦めない。天使だ。天使ある。天使、天使。でもこれ勇気足んないな。勇気足んないよね。正直勇気足んない説あるぞ。今一個ミスってたしね。そうだね。やばいね、これ。全部後手に回ってる。やばいな、これ。会心出さないと勇気がたまんねえし。ミラクル発射になっちゃった。ああ、しかも外れた。やべ、やばいぞこれ。その5ターン目のドルモアの止まり待った方が良かったんじゃねえか。よっ、ここで出した。どうだ、止まれ止まれ、あ、止まれ、あ、痛い、やべえ。
やっぱイテハだった。いやーイテハか。何さあ、投げ切りたくなったでしょ君、今かき爪とかの。やばい、諦めない諦めない。まだなんかあるかもしれない。ドルモーアともう一つなんかある。ミラクラッシュ、まだなんかある、まだ可能性ある、まだ可能性あるね。青の先行、ウルトラフラッシュ、いいダメージ出てる。麻痺、ジャンプ切りの麻痺とかある可能性ある、可能性はある。いやでももうこれ高校いてはもないし、どうすんの。おおもうどうしようもねえわ、飛んできた。終了だよ、終了。それは終了。いやー惜しかった、避けてくれればな。まあ頑張ったよ。うん。